ウズオブクイーンフュージョンジャイ。ショードアイゴーヒアウィーゴー。はいどうも、ショードおじさんホッパーです。本日塗装するのはこちら、ショード仮面ライダーギャレンジャックフォーム。先日作成した仮面ライダーギャレンのパワーアップフォームです。今回もカード類は開けず、フィギュア本体周りだけですが、やっていきたいと思います。では開けてみましょう。開封。はい、ということで開封しました。では見ていきましょう。まずはボディから。ブレードと同じく背中が厚いです。これもブレードと同様、3枚ずつ羽を入れるためですね。肩バンドが相変わらず肩アーマー付属。これもうちょっといい付け方なかったんですかね。ラウズアブソーバーはダイヤのモールドになってます。ちゃんとブレードと差がついてますね。前身頃しか塗ってないのは相変わらずです。塗装済みのノーマルギャレンと見比べるとよくわかります。こうして見るとね、未塗装と塗装済みだと結構色差ありますね。チェストアーマー周りの金色もブレード同様もっと強調してあげたいと思います。続いて面。ブレードと同じく形状は特に変化せず、金色の部分が増える形になります。ここで見てると目の複眼は濃いめの方がかっこいいのかもしれませんね。今回はちょっと濃いめで作ってみますか。交換手首。交換手首はいつも通りです。グー手握り手左手にカード持ち手3種、握り手はギャレン用に銃に指をかけられる仕様になってます。羽。クジャクの羽が左右3枚ずつ計6枚ついてます。端のダイヤに溝が一切なく、ペイントであることに今静かに絶望しております。モールドがないとね、ガイドなしだから塗装するのが激難しくなるんですよ。軟質パーツでブレードの時とは違って、長さに差はないですが、付け根のジョイントに向きがあるので、はまる箇所は決まってます。ギャレンラウザー銃です。あの宮崎アクション監督がこれどうやって使ったらいいんだよとぼやいた追加刀身がついて短い銃剣となったギャレンラウザーです。ブレイラウザーと同じく色が最初から塗ってあります。まあ上から塗るんでね、ありがたくガイドにさせていただきましょう。ノーマルギャレンの時みたいに単色から塗り直すよりかだいぶ楽ができそうです。こちらのチャンネルホッパーログでは食玩の塗装メインにたまにコマ撮り遊びをやっております。最新情報も公開しているツイッターも合わせてご登録よろしくお願いいたします。では塗装していきましょう。よろしくお願いいたします。作業パートになります。まずはパーツの切り出しから。材質によってニッパーを変えてます。羽のバリを切り落として、他のパーツと一緒にヤスリ掛けをしていきます。肩バンドの切り離し、本物はね、繋がってるんですけどね、そうすると腕の塗装がしづらいんで、もう切り分けちゃいます。こっちは腕につけちゃいます。衝動塗装でおなじみになってきました。塗装した下地にガイアマルチプライマーを拭いていきます。ノーマルのギャレンと同じくホルスターは寒天色で茶色に塗装していきます。金属部は先日のブレードと同じようにミスターカラー8番シルバーで銀下地を敷いていきます。金属部以外の部分はギャレンのメインカラーであるパールローズディープレッドで塗装していきます。
金糸たちが乾いたらスターブライトゴールドで金色部を塗装していきます。羽パーツは吹き付けた金色部をマスキングしてメタリックグリーンを吹いていきます。吹き付けたスターブライトゴールドを乾燥したら今度は金色部をマスキングしてスーパーステンレス2を吹き付けていきます。ここから筆塗装も並行です。基本的にはエアブラシと手順は一緒で、金属部はミスターカラーの8番シルバーを塗って銀下地にします。ではエアブラシで仕上げたテストを確認していきます。マスキングを剥がします。細かい箇所は後で修正するので、現状でこの状態ならまあ上々でしょう。パールローズディープレッドを吹き付けちゃったので、ラウズアブソーバーをフラットブラックで塗り直します。ここは水性ホビーカラーとマジックインで作ったメタリックグリーンの流し込み塗料でチェストに墨入れをしていきます。はみ出た部分は綿棒にマジックリンをつけて拭き取ります。今度はラッカー系のメタリックグリーンで複眼を含むメタリックの緑の部分を塗装していきます。こちらも金下地の上からスーパーステンレス2を塗っていきます。スーツエンブレムはノーバルの時と同じくタミヤラッカのライトガンメタルで塗装していきます。面です。面は細かいので全て筆で塗装していきます。テストのスーツ部分を塗り直していきます。一度全部金属色で塗っちゃったので、首と脇をパールローズディープレッドで塗り直しです。タミヤラッカーのフラットブラックでベルト部の黒い部分も塗装していきます。一通り塗装が終わったらアクリジョンクリアでトップコートを拭いていきます。最後にレジンで複眼を補強します。最後の最後でミスってはみ出ました。こういう時は慌てず騒がず、はみ出た部分をヤスリで削って色を塗り直してスーパークリアスリで拭き直しをします。クリアがちゃんと拭けてればツヤは戻りますんでね。全てが完了したら最後に組み立てです。完成、仮面ライダーギャレン、ジャックフォーム。仮面ライダーギャレン、ジャックフォーム。使用塗料は以下になります。
メインのボディカラーとシルバー部はノーマルの仮面ライダーギャレンと同じくガイアノートさんのパールローズディープレッドとクレオスさんのスーパーステンレス2を使用しています。これで前回の仮面ライダーブレードジャックフォームと同じくノーマルフォームとの共通点を生かした感じにしています。今回主に差を強調したかったのが銀を除く金属色、 GX メタルグリーンを使わず全てメタリックグリーンで塗装してみました。濃くて強い緑が強調されていい感じになったと思います。チェストの細い箇所は水性ホビーカラーのメタリックグリーンとマジックリンで作成した水性ホビーカラーの流し込み塗料を使用しています。エナメル塗料にないカラーはこの方法で水性アクリル塗料を流し込み塗料に変更します。粘土の調整にちょっと練習が必要にはなりますが、ステイシーザー仮面ライダーカリスと続けて今回が3回目なのでさすがに感覚をつかんできましたね。多分ね、上手い人なら3回もかからないと思います。金色は仮面ライダーレンゲルや仮面ライダーブレードジャックフォームに合わせてガイアノーズさんのスターブライトゴールドを使用しています。やっぱりね、ヒロイックな金色といったらこれですよ。パワーアップ部はもちろん腕やバックル、ホルスターのダイヤ部分などノーマル時にリッチゴールドで仕上げたところは全てスターブライトゴールドにしました。このように近づいた時に金色に統一感があって気に入ってます。はみ出たレジンを処理し直しましたが、パッと見ならわからないと思います。クリアって大事ですね。背面部はこんな感じ。肩アーマーと上腕バンドは本物と同じように前接続にしちゃうと塗装剥げプラス可動に問題が生じるので、アトラクシオ的な感じで切り分けました。ギャレン・ラウザー、やはりジャックフォームのブレードと同じくもともと塗装してあったので非常に塗装がしやすかったです。しかしこうやって見てると本当に扱いに困るいでたちですね。確かに刀身がついて銃剣にはなりましたが、銃身が長いライフルについてるんだったらそれこそ突撃用の銃剣になるんですけど、銃身が短いハンドガンで銃剣作っても突進力がないですもんね。そりゃ監督も困っちゃいますわ。展開状態、展開状態のギャレン・ラウザーは別パーツなので差し替えではなく持ち替えになります。刀身の分が大きくなった上で展開しているのでボリュームがあって結構かっこいいです。まあ実際はでかくて広く展開されるとかさばって超邪魔だと思うんですけど、まあかっこいいのでよしってことで。羽を展開するとこんな感じ。バーニングショットのイメージで撮ってます。散々文句言ってたモールドなしの羽の金色ダイヤですが、なんとか形になりました。立花さん的には伊坂には思うところがたくさんあると思うんですけど、個人的にギャレンのジャックフォームはこのクジャクの羽のフォルムが大好きですね。ホッパーさんはポージングがそこまで上手くないのであれですが、これ上手い人がつけたらもう一段階くらいかっこよくなる気がしますね。最後にノーマルギャレンと並べてみましょう。ノーマルギャレンの方が目が明るいので結構差を感じますが、まあ、パワーアップして色味が強くなったと解釈すれば許容範囲内ですね。いい感じに出来上がると早くブンドとして遊びたくなりますね。ブレードシリーズが一通り出来上がったらブンドと動画も作って遊びたいと思います。残りのね、衝動仮面ライダーブレードシリーズにもお付き合いよろしくお願いいたします。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。あとはおまけタイムです。最後までお付き合いいただける方よろしくお願いいたします。はい、ということでおまけです。長らく寝かせていたジャックフォームセットですがようやくできましたね。で、実際組んでみるとやっぱ衝動ってすごいなって感じですね。コストの都合上多少塗りが足りないところがあったりはしますけど、まあ、ホッパーさんの動画はそれを塗るのが真なのでまあ問題ないです。で、出来上がったのを手に取ってみると月並みな表現なんですけど、手のひらの上にスーツが来たーって感じですかね。特に平成ライダー初期の中間フォームってパワーアップ部が控えめで初期フォームの意向をかなり残してて趣があるんですよね、デザイン的なところで。あと今回改めて分かったことが、仮面ライダーギャレンっていうのは塗装部するデザインなんですね。部分的に金属部を細かく輝かせたいところをちゃんと塗ってやると大化けするんですね。でノーマルのギャレンの時も塗ってて思ったんですけど、
落ち着いた赤の色味とクワガタとダイヤをモチーフにしたことによるアーマーの直線と曲線のバランスが、まあこれが絶妙なんですよ。で、まあすげえ褒めてますけど、不満が全くないわけではないので、2つだけぶっちゃけちゃいますね。まず1点、刀身が伸びた状態でのホルスター収納がついていない。これどういうことかと言いますと、ブレイラウザーもギャレンラウザーも弱ホーム用の刀身がついた状態でのホルスター収納状態のパーツがついてなかったことなんですね。まあ、そこまで大きな問題はないんですけど、劇場版とかだと結構武器は収納した状態で弱ホームに変身することが多かったので、まあ、そこら辺がちょっと残念でしたねって感じですね。で、もう一つが、ノーマルギャレンのラウズアブソーバーがついていない。こっちは結構不満ですね。ノーマルの仮面ライダーブレイドは一般販売で、仮面ライダーブレイド本体プラスオプションパーツセットで、オプションパーツセットの方に展開した状態のブレイラウザーとか、あとラウズアブソーバー付きの下腕が入ってたんで、同じく一般販売の仮面ライダーギャレンに関しても、まあこれ専用の弱ホームのセットが出たら、ノーマルギャレン用のラウザーアブソーバー付きの下腕もつけてくれんだろうって思ってたんですけど、実際にこれが開けたらついてないんですよ。で、今回ので分かった通り、ジャックホームの出来はとってもいいのに、おいおいジャックホームに変身できないじゃないかっていう感じになっちゃったんですね。ここはね、正直なんとかしていただきたいところでしたね、バンダイさんね。で、まあ最後に生態に不満をぶちまけましたが、最近はね、材料費などの物価高騰の波もあり、プレ版の商品も気軽に買えるものではないですが、改めてこのジャグホームセットに関しては買ってよかったなと思ってますね。衝動仮面ライダーブレイドシリーズも残りわずかですので、最後までお楽しみください。ではまた。